令和5年、最初の本編動画は、国道23号線、神宮から神宮への旅、総集編です。いきなり総集編です。詳しい動画は後日ぼちぼちアップします。対象の道路法では、国道1号線は、東京から神宮に達する路線、と書かれています。今回は、新春第1弾として、昨年と同じく、1にこだわり、対象の国道1号線を、現代の道で走ろうと思い、23号線を、伊勢の神宮から、熱田神宮へ向かいます。総集編は、とにかく走る3倍速の映像でお送りします。本編は、等速で、さらに、三重の舗装道の、過去動画を、紹介する内容になっています。こちらも視聴していただくと嬉しいです。では、伊勢の神宮、鳥居前のロータリーからスタートです。
今回の動画はここまでです。本編等速編も見てくださいね。次の動画でお目にかかりましょう。この動画が良ければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。鍋奥匠の三重の細道でした。おしまい。